財布カバンに入れてて。フジロックみんな知ってます？ここに僕ねバッテリー入れてるんですけど。よいしょ。ジムに行かせば集合らしい。今ダイエットしてるんですよ。ちょっと怖いんですけど。松屋がすぐ近くにあるんで、今松屋まで歩いて行ってます。さっきの荷物は車に積んできました。自撮り棒ね、ほんまにね、買わなダメですね。自撮り棒を差しながら歩くのもまだちょっと恥ずかしいんですけど、周りにはね、一人で喋ってんじゃん、この子と思われてるかなと思いながら歩いてます。松屋着いたんですけど、財布カバンに入れてて撮ってます。ほんまにね、30歳超えたら思いますより激しくなりましたね。30歳超える前から結構ひどかったんですけど、まあそんなしょうもない話は置いといて、これに帰ってきます。今日は焼き鮭定食と豚汁にしました。お肉を入れたサービスに入れて600円です。そうですね、いつもビール買ってくれ300円ぐらいの贅沢。はい、贅沢感出てきました。でもね、毎回出勤するんですよ。今日が荷物もあるんで車で行こうと思います。今の時間が6時49分ですね。会社のでは1分ぐらいで着きます。じゃあ、ちょっとしまがない。さっきね、松屋で、食べること取っていいですかって聞いたんですよ。で、なんですかって言われたんで、YouTube で言いたかったんですけど、僕チャンネル登録者数まだ60人か70人ぐらいしかいないんで、ちょっと恥ずかしいんで、あんまちょっと使うんですって言ったら、あんまいいんちゃいますかって一応許可取りました。やっぱりチャンネル登録者数多いのに許可取るんで、結構恥ずかしいですね。松屋でね、多分どうしようも、あんまいけないから、何のことやろうな、みたいな感じで店員さんは思ってはったっぽいですけど。はい。いつも会社までどれぐらいなんですかって聞かれたりするんで、今ちょうどスタート地点なんで、このまま撮影しようと思います。これ僕の顔めっちゃ白くなったりしてるんですけど、普通の iPhone 純正のカメラで、特に加工とかもしないんですけど、太陽ですかね。車のライトもね、全然つけてないんですよね。スタートしました。今、動画が始まって30秒なんで、普通に安全運転でいきたいと思います。周りも普通にバレなんで。これで、今日は万博公園の仕事が今度あるんで、それの準備とか積み込みとかしに行こうと思ってます。いろいろね、発電機が電気引っ張って、何系分家で何アンペアいけるのかとか、そういうね、しましました。容量計算とか、VA 足りるかなとか、仮設コンセントの数足りるかなとか、もうね、早く終わらしたいですね。それが毎日頭の中にあって、YouTube に集中できないんで。はい、着きました。今1分50秒なんで、1分ちょっとぐらいですね。はい、じゃあ今から仕事します。はい、カメラ設置しました。皆さん、三脚って使ったことありますか？僕はね、三脚っていうのを使ったことなくて、その度買ったんですけど、設置方法として、水平を合わせるんですよ。こんなの仕事でもよくやるんで、すぐできますけど、この水気泡が、これが浮いてる方が高いんで、まあ、こんぐらいだったらいいと思うんですけども、こっちの方が今、低い状態になっているんで、こっちをちょっと足を調整して、はい、こんな感じましたね。で、次に、このカメラの方ですね。こういうのこうやって、はい、こんな感じでね、またランドを調整して、ランドをして、撮っていきたいと思います。はい、設置できたんで、ちゃんと映ってますかね。まあ、今日はこんな感じで。もうこれにあるのかないろいろなんですけど、一応カメラ置いておきます。今これね、フジロック、フジロックみんな知ってます？僕ね、バッテリー入れてるんですけど、よいしょ、ホーンのところなんか押したらなんだ、回るんですね。これで強さ調整できます。4にしたらね、半日ぐらいしか持たないんですけども、僕はもう全部マックスで再開タイプなんで、これとね、もう一個持ってます。大体これが1万円ぐらいですかね。ちょっと高いからね、フジロックとかなかなか買わない人が多いんですけど、絶対にフジロックとかね、ショーグラフなんでおすすめです。見えますかね、あそこにね、僕ね、万博公園用の仮設電線とかね、どうしようかな、置いてるんですね。あれを今からジャジャジャンと下ろしていきます。どうぞ。皆さん、チェーンブロックって知ってますかね。この、これあれでね、重たいものとかね、引き上げるときね、使えるんで、僕はあそこに設置して、今から CVT38 付けっていう不動産の線を下ろしたかったんですけど、重たくて、ちょっと手では下ろせないんで、ね、ちなみに今どんだけ下ろしたかったんですよ。じゅんじゅん、こんなに電線が、うつが子供のイベントをするだけでね、こんだけ電線がいいんですよ。これね、知ってます。僕らはね、タイダウンで飲んでるんですけども、会社によったら帯とか、緑のやつとか、黄色のやつとか、あとは農業用ロープとか、何が正解かって言ったら、タイダウンが多分正解なんですよ。僕調べたことあるんですよ。まあ、各社にはこういう方が違うんで、まあ、自分なりの仕方で問題にしちゃいましたね。ちなみにこれをチェーンブロックに引っ掛けて、これを電線にこう引っ掛けて押します。見えます？こういう感じでセッティングしました。
ました。めっちゃ便利でした。これ、うち多分3台ぐらいあるんで、実際に応援してくれたら行きますんで。これね、電動のやつもあるんですよ。ちょっともっと早いんですけど、ちょっとね、多分高いんで、これも僕何も分かってないんで、あと値段調べてみますわ、ちゃんと。いや、開始時刻読ませてたんですけど、7時ぐらいですね。で、今が、2分かな。1時。1時25分。これもまた見えへんですね。昨日の夜の1時に起きたんですね。でそこからやらなあかんなと思って事務所来て YouTube やりだして、で6時ぐらいまではね、仕事をしたりいろいろ事務的なこととかメール返したりとかやってたんですね。でそこから6時から、12時にかけて僕の星読むの2作目の動画が完成して、そこからインスタやったり Twitter やったり、ほんで3時からジモティで知り合った YouTuber の人と一緒に編集一緒にしませんかっていう話だったんで、何じゃ9時ぐらいまでですかね、このカニの動画作ったりクグの動画作ったり YouTube の勉強したりして、でも家帰って速攻寝ましたね。で9時ほど入ったりして11時ぐらいかな、に寝て、そこから起きたのが朝の6時ぐらいで今に至ります。はい、どうでもどうですね。ちょっと疲れたんで休憩してみます。今7時31分ですね。この時でカメラ回しっぱなしなんですかね、みんな一回切るんですかね。ほな、教えてくださいね。僕は忘れて切ります。スクラップ電線売りに行ったり、ちょっと60歳の新人さん一緒に行動したりして、今9時53分ですね。で、今度ね、友達の妹の家のエアコン工事しながらなんですけど、それに今建築も高くない住んでるのか歩いて見に行ってるところです。まあ、まだでしょうね、足場が多分ね。でね、お疲れ様です。今の時間は38.48 今ね、家に帰ってきました。自分の用事ばっかりするだけするようだったんですけど、ファンにめっちゃ見せたりして結局この時間になりました。今日は12時から夜勤なんで、今からちょっと眠たいから寝るか編集頑張るか悩んでますけど、とりあえず眠んで寝ます。じゃあまた家に帰ってきました。今日は雨なんで、また1時間寝て編集頑張ります。お疲れ様です。今の時間の時間ですね。また何度も買います。ちょっとこれ何か来ました。僕らになると作業が来ました。もう移動して動画を切るんですけど、僕の電気屋 YouTuber としてのアップは作業がメインになってくるので、何番とかでも作業できるようになりたいと思います。もう一部全部動画しました。魔法の手前のジャです。お疲れ様です。お友達とご飯食べて帰ってきたというか、今日仕事がね、ないのにしようので、もうこのまま過ごします。今8時26分ですね。12時から夜勤なんで、まだ眠たいんですよね。寝るか、ノートパソコン持ってきたんで、ちょっと編集するか、2人目するって考えます。結局あれから、お薬してました。今、12時10分です。夜勤行ってきます。今、夜勤が終わりました。2時56分です。今からラーメン、夜勤食ったラーメン食べてきます。ラーメン、はい、今日は、難波の睡眠屋さんに来ました。今、ダイエットしてるんですけど、僕は YouTube 始めたのと一緒に鍛え入れるために早く企画やりだしたんですよ、自分で。で、それで、今日ね、朝方から76キロまで行ったんですね。6日前まで、ね、80キロあったんですよ。僕の平均体重も80キロなんですけど、70キロまで落とそうと思って、頑張って痩せたんですけど、今日昼家族で回転寿司に行って、まんま食べて、夜友達と天ぷら、天丼か、食べて、でさっき、あとの誘い、またラーメン食べたので、ちょっと怖いですけど、体重計乗ってみます。79.3、 3キロも太りました。もう明日は何も食べません。さよなら。とりあえず面白くしたいです、元気屋を。